35歳まではもう学生ステート、うん、日本人のいいとこもう将来が大体決まっちゃう、うん、あそういう顔してるわ誰かやもい皆さんおはようございますこんにちはこんばんはジョーチューブです今回はですね、なんと初めての、上中部初めての記念すべきゲストに来てもらっています。彼に来てもらう前にですね、ちょっと彼のことを話させてもらうと、彼は日本人の両親のもと、ドイツで生まれ育ったという、ちょっと日本人の中では珍しい経歴を持った、まあ日本人っていうか、ドイツ人っていうか、まあ日本人だとは思うんですけど、まあ本当にちょっと珍しい経歴を持った方です。じゃあ早速来てもらいましょう。マスタ君。え、じゃあ逃げつね。ごめんね。ありがとう。モスモス。いや、ダンクラフィーファーです。ダンクラフィーファーです。ダンクラフィーファーです。今日のゲストはなんと日本語を喋れま。ぼちぼち。喋るんかいな。ぼちぼち。ぼちぼち。ぼちぼちってなんですよ。日本語は本当に、ドイツ生まれ、ドイツ育ちなんですけど、本当に僕よりもドイツ語は、あ、ごめんなさい、日本語が上手いんじゃないかっていうぐらい、日本語が上手いです。それはない。え、それはある。それはない。俺は日本語力よりも絶対多分、日本語は上手いなって。それは嬉しい。間違いないです。自己紹介、軽くお願いします。はい、ドイツ生まれ育ちのマサトです。27歳です。まあ、日本には住んだことはないんですけど、まあ、両親のおかげで、日本語を話せることが、できます。まあ、両親の話になっちゃうんだけど、両親はいつドイツに、両親は日本生まれなんだよね。日本生まれ育ちで、大学生の時に、留学生としてドイツに来て、そうですね、音大に行って、まあ、そのままドイツに残ったっていう感じで、ドイツで仕事をして、なるほどね、はい、ドイツに、はい。なるほどね。どういう感覚なの？そのドイツで日本人として育つって、やっぱり周りとは違う、やっぱりドイツではさ、日本とは違っていろんな人種が混じってるとはいえ、日本人ってあんまり学校とかに多くないわけじゃん。一人唯一だったの？そうね、唯一一人の日本人で、同じクラスに中国人もいて、あ、そうなんだ。なんかアジア系がなんか仲間同士みたいな感じで、なるほどね、ちょっとまあ楽しくやってた。やっぱりそうやってちょっとでも共通点とかあるとやっぱり仲良くなったりするしね。やっぱ目が違う。そうだね、見た目がね。そう、見た目が違うから、うん、なんか周りやっぱり金髪で目が大きくてみたいな感じで。そうだね、あとトルコ人が多かったね、やっぱりうちは。そうだね、うん、そうそうそう、まあ、ちょっといじめとかにももちろんあったけど、あ、まあ、別にそういう差別とかではないと思うけど、あ、差別、まあ、難しいところだね。言っちゃうかもしれない。難しいよね、やっぱりその子供っていうのはやっぱりそういうのを、なんて言うんだろう、差別、人種差別とかそういうのをさ、なんて言うんだろう、理解できなかったりとかするとこあると思うし、で、今マスタ君も触れてくれた通り、日本人として、外国人として周りがとはちょっと違った見た目で育ってきたっていうので、なんか、嫌な思いとかしたことある？学校なかった？いや、幼稚園の時かな、幼稚園の時にすごいいじめられてて、うん、あ、そうなの。でも逆にドイツ人の友達に助けてもらってた。なんかいじめられてたりしたら、なんか友達が 守りに来たりとかして、全然、まあすごい仲いい友達はいたんで、全然恵まれてるかなと思います。なるほどね、はい、なるほどね。じゃあ育ってきた環境はでも日本人としては一人だったの、唯一の。そうだね、そうだね、もちろん。なるほどね、もちろん。その家ではいつもその日本語喋ってた、それともドイツ語、両親とは。そうだね、親は、まあ、日本語話しかけてきて、ドイツ語で返すとか、ね、日本語話すのがすごい恥ずかしくて、あ、そうなんだ。そこまで話せないから、あ、そうなんだ。そう、だから単語力とかもすごい少ないし、ね、で、まあ、ドイツ語の方がなんか、ね、幼稚園とかいろいろ行って、友達もみんなドイツ人だし、ずっとドイツ語しか話さないから、そうだね、家帰ってきて唯一、まあ、日本語の場だけど、話したくない、ね、恥ずかしいっていう部分はあったかな。そうね、やっぱり小さい時は言ったりそうだよね、うん、だから、母国語はじゃあドイツ語なんだ。そう、ドイツ語になるね。だよね、うん、ドイツ語で育ってきたんだよね、うん、なるほどね。そうそう、日本語は勉強したことあんの？なんか、いや、正直、その教科書読んだり国語の勉強とかしたことはない。
あ、そう。うん、どうやってドイツ語、今度さらに日本語上手くなったの？まあ、親がずっと日本語で話しかけてたから、すごい聞き慣れてたのはあるけど、その、なんて言えばいいんだろうね、ま、漫画、アニメ、ドラマとかでもっとなんか単語とかを吸収して、ま、日本人の友達を5、6年前に作って話した。あ、それまではいなかった？それまでいなかった。あ、そうなの。ってことは20歳ぐらいまでは全然いなかった。そうだね、ほとんど日本語話してなかったかな。やっぱり、そのドイツ語も自分もそうだけど、やっぱりドイツ語とか話していく中で勉強してたりするもんね、うん、そうだね、 Learning by doing ね。そうだね、うん、そうだね。なるほどね。どう、日本語難しい？まあ難しいよね。だよね、うん、それは難しいよね。ドイツ語ももちろん難しいけど、そのね、あの日本語をその他の母国語ではない、なんていうの、第二カ国語、うん、っていうの、うん、として第三カ国語、英語が二カ国語だもん。あ、いやでも日本語の方が、そうか、今はそうだね。そっか、なるほどね、うん、難しいよね。そうだね、だから高校生の時は英語の方が全然できたけど、今は日本語かな。なるほどね、うん、日本にはどれくらい行ったことあるの？え、だから長くて夏休み6週間とか。あ、そうなん、うん、じゃあ完全に住んだことはないんだ。住んだことはない。へえ。うん、そうだね。なんかハーフの友達とかもいるんだけど、うん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 、なんか日本人学校行ってる人とかもいるんだよね、ドイツで実は。行ってた？僕は行ってないんだ。行ってないんだ、うん、珍しいね。そう、なんかずっと卓球やってて。あ、そうなの。勉強する暇がなかった。へえ、なるほどね。そうそうそう。じゃあちっちゃい時はもう卓球に、うん、ずっと卓球と、まあ、剣道やってたね。へえ、すごいね。うん、なるほど。日本に初めて行ったのはいつだった？赤ん坊の時。覚えてない、初めては覚えてない。なるほどね。じゃあ日本にいる時は、外国にいるみたいな感じなんだ、感覚的には。いや、でもちっちゃい時からどっちも知ってるから。あ、そっか。そこまでなんか親戚とかもいるもんね。そうそう、親戚みんな日本で、そう、うち、あのお父さんお母さんお兄ちゃんと僕だけ、まあ、こっちに住んでて。なるほどね。そうだ、別に日本に行ってもまあ、おじいちゃんおばあちゃん、まあ、家族、親戚会いに行くっていう感覚だから、別になんかニューフィーリングみたいな感じではない。なるほどね、うん、なるほど。じゃあ難しい質問かもしれないけど、故郷ってどう思ってる？ドイツ、日本。そこはね、難しい。難しいよね。結局外国人としてこっち生まれ育ってるじゃん、うんうん、で、周りから見られたら外国人だけど、うんうん、自分の中では、いや俺ドイツ生まれ人たちがドイツ人じゃん、うん、だけどなんかアイデンティティロスみたいな感じがあるんだよね。自分はどこの人なんだろうっていうのは16歳の時めっちゃ感じた。あ、そうなんだ。やばいぐらい感じて、でも別に人間は人間だからどっちでもええやんっていうスタンスで今いる、うん、なるほどね。そう、やっぱりでもそれであの悩んでた時期もある。悩んでた時期もちろんある。そうそうそう。だからこっち生まれ育ってるハーフとかもっと悩むと思う。そうだよね。だって本当にどっちか分かんないから。そうだね。だって別にドイツで生まれ育ったけど、別にここは自分の本当に自分の国かどうかって言われたらそういうわけでもないし。そうなんだよね。そうだね。こっちトルコ人とかもめっちゃ多いじゃん。多い多い。で、なんか三代目っていう、その世代で三代目っていうのはおじいちゃんが、そう、おじいちゃんこっち来て、そうそうそう、まあ友達とかが、うん、まあトルコ人の顔してるけどドイツ人のパスポートだし、うん、ドイツ生まれ育ってるから。うん、もうドイツ人じゃん、うん、本当は。そうなんだね。多いじゃない、ドイツはすごく。ただこっちにいてもその、まあ、トルコ人って言われるし、うん、トルコ帰ったらドイツ人って言われる。そうなんだね。そういうのがちょっともうグローバルな世界なんだから、どっちでもええやんって思う、うん、ね。俺も結構すごくそれは思うんだけど、国境を越えただけで外国人になったりとか、うん、で、日本は島国だからさ、その外国に行く時ってさ、やっぱりなんか、なんて言うんだろうな、じゃあ飛行機乗らないといけないとか、そういうちょっとした旅になるんだけど、こっちだったら国境なんか、オランダの国境なんかもうすぐそこやん。30分で行ける。そうなんだよ、車ですぐ行けるから。だからその車で30分行ったところで外国人になるとかで、まあ少なからずあるんだけど、そういうのはやっぱりいつかなくなればいいなって僕も思うしね。人間は人間だからね、うん、そういうこと。マサ君の名言だね。そうだね、うん、自分はなんかパスポート日本、うん、国籍で、うん、まあ、ドイツ生まれ育ってるじゃん、うんうん、で、ビザってあるじゃん、ビザカ、ビザカード、うん、そこに、まあ、日本人、国籍日本人で、うん、生まれがケルンって書いてあるじゃん。おかしいもんね。空港でも、もう2度目、3度目されるよね。え、みたいな。普通、生まれは東京だったりとかさ、都道府県が載ってるように、ケルンはなかなかいない。なかなかいないから、ね、そうね、ちょっと珍しいよね。なるほど、なるほど。え、日本に住んでみたいとかって思うことある？一時期あって、その大学
大学入るときにちょっと日本で大学生やりたいかなと思って、まあ、一応受かっている大学も何個かあったんだけど、あ、まあ、結局まあ高いし、その学費が、うん、学費高いし、まあ、別に日本人国籍で日本で大学行ってもメリットない。うーん、それだったら日本人国籍でドイツの大学行った方が珍しい感が出ると思って、そうだね、このそうですね、停止に承知を受ける工科大学に入って、うん、まあ、エンジニアを勉強した。なるほどね。ドイツの大学は、日本みたいに学費とか全然かかんないんじゃない？そこがもう国のサポートがすごい良くて、1ゼメスター、半年で大体3万円で、電車の定期とかも全部含まれてる。もうノートラインベスファーレン州、州16個あるんだけど、そこの1つの州もう全部旅できるみたいな感じでチケットを入れる。そうそうそう、だって日本だったら別に大学生でも何でも切符買わなきゃいけないし、そうだよね。で、学費がめちゃくちゃ高いじゃない。160万とかって言われて、早稲田だったら言われて、はっと思ってそうだよね、ドイツでの、あの大学の仕組みを知ってる人からするとわけわかんないよ、ね、はっと思って、いや奨学金5つプラスお父さんからのお小遣いプラスバイトでも足りんやと思って。本当だよね。それもやめといて。なるほど、ね、どうも正解だったと思う。ドイツの大学は 100% 正解ね 100% 正解ね。ドイツの大学マジ自由も聞くし、なんか自分で勉強しろっていうスタンスだから別に大学行かなくてもいいんだよね。ああそうなんだ。そう、まあ、自分で家で勉強して単位取って、うん、まあ、ちゃんとやれば、まあ、3年4年で卒業普通にできるから、うん、ほぼ授業受けなくても、じゃあそれは全然日本の大学との 違いは大きいね、うん、俺は全然日本でもドイツでも大学に行ったことないんだけどさ。そういう顔してるわ誰かや大学もそんなおかしいでしょそうなんだけど、日本って必ずじゃないんだけど、4年生が主で4年で卒業してくるかっていうのはあるじゃん、うん、ドイツはどうなの？そうだ、ドイツも一応なんて言えばいいんだろう、まあ、3年、4年か4年半っていうのがあるんだけど、うんうんうん、別に伸ばしても全然いい。そうなんだ、やっぱりそういう人はいっぱいいるよね。そう、周りから、うん、お前大学6年生なのって言われない、絶対。そうだよね、うん、だって日本だったらちょっと日本に、あ、ごめん、大学に6年とか7年とかいるっていうとちょっとおかしい、うん、で、おかしいっていうか、ちょっとさっきも言った通り4年で卒業するのが基本的な流れだと思うから、でもこっちだったら全然そんなん関係ないですよね。全然関係ない。結構めちゃくちゃいるよね。え、正直俺もそう。そうだよね、うん、だってそんなん正直聞かないよね。今何年生みたいな会話とかないよ。今9年生です9年生なんかめちゃめちゃいける全然いるだよね。全然もう恥ずかしくないっていうのも、うん、その大学生でいるメリットっていうのがめちゃくちゃあるから、うん、卒業しなきゃないっていう人が逆にいるんだよね。そう、逆に卒業してもなんかその大学生としてのプラスがなくなる、ボーナスがなくなるから、そうね、メリットが大きいからね、学生で。正直に学生じゃんオフィシャルで、うんうんうん、で税金とかもすごいなんていうの納められる、あ、なるほどね。だから普通に社会人やって税金払うよりは大学生として仕事した方が給料がいいんだよ。へー、そういうのも考えると引かれるあれがね、そうそう、引かれるあれが少ないし、うん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 、まあ保険とかもね。ああ、なるほどね。もう全部安いんだ。学生保険は普通の保険より多分6分の1ぐらい。もう本当に安いから、格安だから。うん、じゃあもう、ドイツでは学生でいたらもう本当にいろいろ、そうだね。お金が貯まるっていうか。そうだね。まあ、学生今、一応やってるけど、まあ、卒業したとするじゃん。うん。したら絶対もう一個やる。だよね。もう一回大学行く。うん。もう逆に学生でいたいよね。そう。だから35歳までは、もう、学生ステータスは失いたくない。そうだよね。俺もドイツに来てその話聞いた時に絶対大学生になりたいと思ったもん。なれなかったけど。まあそれ顔の問題。顔の問題じゃない。顔の問題よりも学力の問題だと思うんだけど。ね、羨ましいなって思うね。なるほどなるほど。え、今のやってることの話とかどう？聞いていい？今のやってること、あ、仕事、うん、あ、仕事はまあ全然、まあ、ジュン君っていう友達と一緒に、うんうんうん、まあ、ジュン君も今度出てもらいます、ちなみに、で、一緒に会社を、2019年に設立して、大学生ながら大学生ながら、そうだね、すごい、全然そういうのもドイツでは自由でできるので、で、まあちょっといろいろ IoT、インターネットオフシンクスっていうんだけど、うんうんうん、
なんとマシンとマシンコミュニケーション的な感じで、まあ、今頑張ってるかな。うん、なるほどね。で大学生しながらその会社の経営もして。そうですね。そうね、やっぱりドイツだったらその日本みたいにその決まりっていうのはあんまり厳しくないし、大学生はこうだったっていうそのもないし、そう全然ない、ね、自由だよね、うん、自由、本当に自由、うん、そうだね、うん、日本人についてっていうとすごくあの日本人にでもあのやっぱり人によって違うからさ、うん、あのそうやって区切りをつけるのは良くないのかもしれないけど、あのドイツで生まれ育ったマスト君から見て日本人のいいとことか、日本人はこういう人が多いなとかって思うことある？なんかこっちの人とドイツの人と比べて、うん、わかんないけどこれがすごい優れてるなとか、こうしたらもっと良くなるなとか。いや正直、うん、まあ、日本人の方が綺麗好き。あ、そうなんだ。で、うん、なんて言えばいいの、丁寧、うん、優しいっていうとこはあると思う、うんうん、相手のことを思うってことだね。そう、なんとそうだね、相手のことをちゃんと考えた上で話したりする、うん、行動するっていうのはすごい感じる。あとサービス、日本のサービスを世界一だと思う。日本に、日本でってこと？そう、日本での、うん、そのお客様への対してのなんていうの、うん、そのなんていうの、心、うんうんうん、すごいなんか、うん、もう次元が違う。違うよね、うん、なんかドイツだったらもうはいみたいな感じ。そうよね、俺も日本に帰った時びっくりするもん、日本人だから本当に。だってこっちだったらさ、ご飯とか食べに行くとさ、そこら辺で従業員がさ携帯触ってるの普通やん。普通で、別にそれで怒られてたりすることもほとんどないやん。あとこういう風にして何食べるみたいな。そう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 、すげえな、大事じゃん。でもそれもまあ別に好きなんだよね、うんうんうん、そのラフで話せる、そう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 、コミュニケーション取れる、うん、ただ日本行くとなんかもうなんか、うん、まあ、王様みたいな感じで、お客さんにね、まあ、神みたいな感じで下から来るから、それはすごいなと思う。俺絶対無理やけど、うん、でしょうね、無理でしょう、ね、絶対できないけどすごいなと思う、うん、あと、まあ、その真面目さはすごいなんか感じるよね、日本人の真面目さは。なるほど、うん、じゃあ日本の、教育だったりとか日本の学校のシステムだったりとか、もっとこうしたら日本は良くなるんじゃないかとか、うん、ドイツのこういうシステムをもっと取り入れたらいいんじゃないかとかって思うことってある？正直その日本の学校のシステムとかあまり知らないから。そうだよね、日本に行ってないもんね、うん、そう、住んだことがないし、学校、日本の学校行ったことないから。その小学生6年でしょ、うん、そう、で3年中学3年高校は、まあ大体みんなから聞いてわかるけど、うんうんうん、こっちはまた違うシステムじゃん、うんうん、そうだね、全然違う、ね、で小学生、小学校4年で、うん、なんか3つの学校に分けられるんだよね。ギュナーズヨンのレアイショーレ、ハオプチューレって言って、ハオプチューレとレアイショーレは、10年生まで。だから、高1、うん、まであるんだよね。うんうんうん、で、ギュナーズヨンは普通に高3まであるんだけど、うん、ギュナーズヨン行く人がなんか大学、アカデミック用の学校みたいな感じで、後から大学行けますよっていう学校。まあ、エリート学校みたいな感じになるんだよね。なるほどね。で、中とゲーみたいな感じでも、ランク付けされるんだよ。え、待って、それは小学校4年生。4年で決まる。4年生って何歳？6、7、8、9歳？ 10 歳？ 9 歳か10歳で、もう将来が決まっちゃう。9歳か10歳で将来が決められるんですよ。やばいよ。だから俺はそれは本当に良くないなと思うけど、逆に言うと、その親を見たら大体わかるじゃん。うん。だいたいアカデミックの子供はギュナーズも入ってるし、うん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 、そうでもない人たちはその下の学校行ってる、うんうんうん、だからなんかみんなに同じチャンスを与えてないなっての思うけど、逆に言うと、まあ、教育もいいからそうなるんだろうなって思う、うんうんうん、それがいいのか悪いのかは俺は、うん、言いたくないけど、うんうんうん、評価したくない、うんうんうん、でもまあうちも最初ギュナーズも行って、正直卓球めちゃくちゃやってて、その学校行く時間もあんまりなかったから、そうなんだ、そのプロ目指してたから、で俺レアショレに落ちたんだよ。あ、そうなんだ。落ちるって言うんだよね、それ本当にドイツ語で、でレアショレ行って、まあ、高校、専門高校行って、そこでそのアビトゥアってあるんだけど、それを取ったら大学行けるよっていう、うん、なんかサビ験みたいな、アビトゥアっていうのは大学行くための試験ね。そうそうそう、うん、をちゃんと取って、そうね、大学行けるようにしたんだよね、うんうん、うちは。なるほどなるほど。そうで、専門高校ってアウスプルの、うんうん、アウスプルの専門学校ね、専門学校みたいな、うんうん、もうちゃんと、メディアデザイナーとして取って、プラスアビトゥアで
大学行ったら、まあ、正直に言うと他の人よりスキルはあるんだよ。なるほどね。その専門高校出てるから、ねね、自分がもうなんていうの、実践体験してるから、そうそう、ほんとうちにとっては全然いい方向だったなと思う。なるほど、うん、じゃあ下の、位の学校に行ったとしても上に行けるチャンスはあるの？まあ、全然あるけど、それを知ってるか知ってないかで全然違う。なるほど。で、なぜか分かんないけど、親が知らなかったら子供が知らない、多い、めちゃくちゃ多い。 だからもっとそういうところの教育を学校からした方がいい、うん、なるほど。その恋愛シュレに行ってる子たちは、うん、こういうチャンスもあるし、こういう風にできるよっていうのを教えた方がいいなと思う、うんうん、なるほどね、うん、でも俺はそのドイツの教育について、日本人の日本の教育を受けてきた俺の立場から思うことは、ドイツってすごい専門的なことを伸ばす教育なんだよね。で、すごく職人とかを育てるような国、うん、すごい AI 職ね。そうそうそう。で、そういうのはすごいなと思ってて、例えば日本だったら、わかんないけど大学の名前とかがすごい重要にされる、うん、例えばわかんないけど東京大学出てたからすごいですみたいな、何を勉強してたとか関係なく、東大出たらは人はもう優秀ですみたいな、うん、わかんないけど早稲田大学出たら優秀ですみたいな、そういうのが与えられてて、うん、ただこっちは別に大学の名前とかも、まあ、もちろんあるんだけど、うん、何を勉強したかっていうのをすごく、ね、重要にされると思うんだよね、うん、でそれは日本の教育もドイツの教育もメリットでもありデメリットでもあるようなとこかなって、うん、俺は思うね。そうだね、うん、なんとドイツの場合は本当にもう大学行く瞬間、うん、大学なんか専門選ぶじゃん、うん、そこでもう将来が大体決まっちゃう、うん、そこですごいなんか違うことをできなくなっちゃうっていうのがすごいあるよね、うん、方向転換ができない。そう、あとレアショリー行ってアウスプルドンやるじゃん、うんうん、専門行くじゃん、うん、でからそこでマイスター取ってから大学来る人も多い、うん、そのマイスター、まあ、ドイツってマイスターの世界だから、そうだね、その職人を作るね。そう、職人の本当にもう最高レベルを作ってから大学行って、うん、セオリーも勉強して、うん、それを後で会社設立させて、うんうん、自分で全部賄うっていうやり方も、まあ、あるよね、ドイツの場合は。だから日本みたいに経済学部出てるのに全然関係ないところに就職しちゃいましたみたいなのはないんだよね。そういうのあまりない。本当に、うん、マイナーだね、そういうの。だよね。なるほど、なるほど。じゃあ、マスト君は、多分今までいろんなことを経験したと思うんだよね。はい、でそういういろんなことを、なんて言うんだろう、その道のりみたいなのをちょっと話もらっていいかな。そうだね、どこから始めたらいいのか。そんなにいろんなことやってるんだよね。いや、うん、まあ、実際16歳からその高校専門行きつつバイトしてたんだよね、うん、実はレストランで、日本食レストランでずっとバイトしてて、16歳から、うん、16歳の時とか今ほど日本語うまくないんじゃない？全然できない。だからドイツ人のお客さんだから別に日本語いらないから。なるほどね。そうで、まあ、ちょっとお金持ってるマダムたちがいるから、そういう人たちに、まあ、どういう風にサービスをすればちょっと日本人チックな、うん、日本人っぽいサービスをすれば喜んでくれるかなっていうのをちょっと考えた上で、あそこで学んだんだ。そう、そういうのをちょっと、まあ、営業みたいなのをちょっと含めてやったね。なるほどね。そう、その、まあ、ドリンクをちょっとおすすめしたり、どういう食に何が合うんじゃないとかっていうのをちょっとマダムたちとちょっと楽しく、ドイツにある日本食レストランって日本人とかがやってると結構みんな日本人ばっかりで、うん、ドイツ語ってやっぱり難しい言語だから、その接客とかが難しいんだよね、うん、そうなんだよ。おすすめとかもできない人がすごい多くて、ね、はい、ただもう何注文しますか、うんうん、でもそれを書いて、うん、はい、少々お待ちください的なしかできないから、うん、でもマサ君みたいにそのドイツ語が母語の人がいると強いよね。そうね、ちょっと運が良かったかもね、そう、それに対しては。なるほど、なるほど。で、まあ、メディアデザイナーの、専門行きつつ、うん、レストランでバイトしてて、うん、大学行くときに、ちょっとだけ、大学行く前にメディアデザイナーとして働いてたんだよ、実は、うん、メディアデザイナーオフィスで働いて、まあ、6週間だけなんだけど、うんうんうん、まあ、違うなと思ったんだよね、そこで。あ、やりたいことか。そう、なんかすごい楽しいんだけど、うん、実際そこの仕事場に入ると違うなと思って、うん、なるほどね、やっぱ違うことしようと思って、まあ、いろんな大学見てきたんだけど、うん、で、まあ、その時はちょっと大きい夢があって、うん、世界を変えたいと思ってて、政治か
弁護士になるか、すげえ迷ってたのよ、それは何歳ぐらいの時ちなみに。それは18の時。すごいね、18歳の時に思うことじゃない。だって俺が18歳の時に思ってたことなんか、部活の後、今日はセブンイレブンの何のスナック食べようかなぐらいだったもん、ほんとに。政治。いや、マジで、マジで。そんな政治のことなんか考えたことなかったからね。まあそういうのもやっぱり、教育の違いは忘れないけどね。いや、どうだろうね。それってやっぱ友達とか周りの、まあまあまあ、そうだね。考えとかもあるから、そうだね。で、まあ結局、まあ政治って別に大学出なくても、っていうか、違うことを勉強しても政治には入れるじゃん。うん。まあメルケルさんとかもそうだけど、別に政治を大学で学んだんじゃなくて、違うことをやってから政治に入ったから、いや別にじゃあ何を、他に何したいかなと思って、まあ経済学部とかそういうのもいろいろ見てきて、まあいろいろ調べたんだけど、なんか、将来的に何が一番俺にとってもメリットあるかな、世界をどういうふうに変えていけばいいかなと思って、まあエネルギーエンジニア、ちょっとマイナーじゃん、エネルギーエンジニアって。まあそっち系で、まあドイツ一、世界一取ろうと思って入ったんだけど、そこであのプラクティコム、インターン、インターン、そう、大学3年の時に絶対インターンしなきゃいけないんだよね。ないと終われないね。そう、その単位を取るから、もう単位になっちゃってるから、で、6ヶ月インターンしてて、まあ、すごい楽しくて、じゃ伸ばしていいですかって聞いて、インターン先、あ、全然いいよ、まさと喜んでみたいな感じで言ってくれたから、俺12ヶ月、1年やったんだよ。それでなかなかいないよね、インターン。なかなかいないから、みんなインターン終わったらええみたいな感じだから、でも逆にもっと学びたいからっていう理由をつけてやったら、その9ヶ月目かな、10ヶ月目ぐらいに、いや、俺って、まあ、設計とかも作るし、いろんな計算するし、楽しいけど、俺ってちょっと上手な営業マンだけじゃんってなった。確かに。なんとなく言ってることは。設計を作るじゃん。うん、でも、その中に機械とかを、まあ、組み込むじゃん、うん。で、その機械を結局売りに行くんだよ。それがなんか嫌になって。なるほどね。いや、営業するんだったら俺なんぜわざわざここの全部を作ってやんないといけないんだってなって、ちょっと方向性を変えたんだよね。なるほど。で、コンサル会社、でちょっとバイトして、まあ、大学は続けて、で、コンサル会社と、工場で働いたんだよね。で、そこでもいろいろ学んで、まあどんどん、なんていうの、キャリアアップみたいな感じ、大学生なのにキャリアアップできたよね。それも普通ないから。そうだね、そうだ。で、まあ、そこで一応、まあ、工場では工場リーダーになって、コンサルではエージェンシーリーダーみたいな、部下がついていろいろやってて、工場では夜勤の、工場リーダーみたいな感じで、学生120人ぐらいが俺の下にいて、俺が全部指示する、こういうふうにした方がいいんじゃないかな、こういうふうにした方がいい。で、まあ、そこでもいろいろノウハウ、チームビルディングとか、まあ、どういうふうに、チームメンバーと、まあ、やり取りすればみんなのモチベ上げられるとか、まあ、モチベーションコーチプラス、なんか、もっとリーンチェーンっていうんだけど、その、やり方をもっとなんていうか効率よくできるか、システムを効率よくできるかっていうのをまあ考えて、で、コンサルでも、もちろんと最初と、入ってくる営業の人たちにどういうふうに営業すればいいかっていうコーチングとかもいろいろして、まあいろんな、なんていうの、その、日本人向けの営業とかもして、ドイツ人向けとか、ちょっと、まあトルコ系の人たちも、やっぱみんなそれぞれカルチャーが違うから、営業の仕方も全然違うんだよね。そこもちょっといろいろ学んでて、まあそれでも違うなと思ったからね。あ、そうなんだ。なんか誰かの、結局誰かの下に立つし、誰かのプロダクトを売り込みに行ってるだけ。しっくりこなくて。そう、しっくりこなくて、じゃあ自分でやろうっていうタイミングで、まあ、ジュン君に出会って、なんと、まあ、一緒になんかそういう IoT、スマートシティ系やらないかって聞かれて、いやもうちょうどタイミングいいし、ちょうど今仕事辞めてて、まあいいんじゃないっていう感じで、スタートしたんだ。なるほどね。そこでじゃあガッチリやったんだ。そうだね。だそれもなんか偶然ね、友達の友達みたいな感じで。なるほどね。そうだね、つながって。じゃあ今やってることは本当に楽しかった。そうだね、今は本当にすごい楽しく、2人で、この会社をやっているんだけど、まあ、これからもっといろんな違う会社も、まあ、これから設立させていくっていう感じになったね。なるほどね、うん、なるほどね。じゃあマスト君のこれからの目標だったりを教えてほしいんだけど。
目標だったりとか夢だったりとか叶えたいことがあるだったりとか、まあ、夢は自由に生きることだよね。なるほどね。本当にもう、うん、なんていうの、そのストレスフリーで本当に自由に、うん、もう好きなことに好きなことをできる、うんうん、好きな時にもう好きな国に行けるとか、うんうんなるほどね、そういうのが夢。なるほど、いいね。そうだね、いいね。そこまでのステップが、うんまあ、目標。うん、なるほどね、うん、まあそこに行くまでは簡単なことだけじゃないし、難しいことばっかりだしね。もちろん、もちろん、うん、なるほど、なるほど。そこをね、これからどういうふうにやっていくか、うん、もしかしたら一緒にやるかもしれないし、もちろん、もちろん、喜んでなるほど、なるほど、うん、なるほどね。じゃあ、そうだね、こんな感じで今回は終わらせてもらいます、はい、次回は、いつかね、またゲストとして出てもらって、なんかドイツでのいろんなテーマとか一緒に話していけたらなと思うんで、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。